ましょうか。こちら、これだー。これは任天堂スイッチソフトベイブルマウスとバトルゼロの、今日はお知らせ、お知らせ、これ皆さんも手に入れましたか。これやってますか皆さん。超楽しくて毎もう毎晩の寝不足ですよ。もうこれ超やってるよね。で今日ね2つ、はい、2つお知らせがありまして、はい、1つが、はい、キャンペーン、キャンペーンのお知らせ、キャンペーン情報やってます、はい。でこちら、この購入したねとゲットした人、はい、ね、この中にアンケートが入ってます。アンケートが入ってます、うん、アンケートに答えて応募すると、はい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 、なんと100名に抽選で100名になんか豪華景品が当たると。その景品をちょっとお願いします。何があるのかと。景品がこれだ。これはウィニングバルキリーレイヤーゴールドバージョン。これはあれだよね、私のキャンペーン、ね、あのベイの買った購入した時のチラシでチラシ持って次のベイ買うとっていう改造キャンペーンのレイヤー。はあ、これもう手に入らない。数量限定だったからね、うん、もう相当レアですよこれ。さらにあるんですよ。あ、これだ。これは Z アキレスレイヤーのグレンバージョン。グレンアキレスがなんとついてくると。これワールドオブビーフェアとかでね、はいはい、あの倒した超絶無双チャレンジ で、超絶無双した人しかもらえない。そうそうそう、期間限定だった上に勝った人しかもらえなかったものがついてくると。これもらえんの。これ超やばいね。でももう一個、さらにさらにこれだ。ブラッディ・ロギンスレイヤーグレンバージョン。これもね、あのコツと同じでね、あの改造キャンペーン、購入者キャンペーン、あのチケットで買うともらえたっていう、この限定のやつがなんとこれ3つセットで100名様に、ね、当たるのが、このアンケート入ってますんで、皆さんこれね、ぜひ、そちらも、ね、応募してみてください。太っ腹だな。いやこれマジ豪華、マジ豪華、やばい。だって100名じゃなくてもう3つ一気にもらえちゃうわけだから。これいやー素晴らしいです、ね、これ当たりてえなー。ということで皆さんこれね、購入者が買ったらぜひアンケートの方に応募してみてください、はい、そして、はい、そしてもう一つが、なんとこのね、ゲームの中での限定ベイのお話でございます。限定ベイ、はい、限定ベイね、いろいろありましたけども、この限定ベイ覚えてる方いらっしゃるんですかね。あっ、じゃん、これはあのコロコロコミックの10月号でやってた100名 の、 あの銀座橋の景品のガイストファブギルのセイントドラゴンバージョン。ドラゴンバージョンですね。これもね、かなりレアなものなんですけども、これはなんとゲームの中に実は登場します。なるほど、はい、なんかゲームあの購入してくれた方は皆さんこのゲームの中でこの限定ファブギルで戦えると。じゃあ普通にこれはやれば出てくるんですか。いや、それがですね、この動画じゃん見た人だけに限定でそのゲームの中にこれが出てくるためのパスワード、なるほど、今日はご紹介したいと思いますので、じゃあちょっと画面、はい、画面で実際にちょっとパスワードを入れるところからお見せしたいと思いますので、はい、どうぞ。はい、はい、じゃあね、これ早速、はい、パスワードを入れていきたいと思います、はい、パスワードはまずこの、ね、ミッションのところ、ね、はい、ミッションのところを選んでもらうと、このミッションがね、いろいろこう一覧になってるんで、はいはいはい、あるんだが、こんな中ではいろいろあるんだね。こうやるとこれがもらえるとか、こういろんなミッションがあるんだけど、このここのミッション、あ、そうだね、はい、でパスワードを入れるとガイストファミリーのセイントドラゴンバージョン手に入るよっていうところで、ここでパスワード入れる。あ、教えてください、パスワード。パスワードは、はい、メメタメタハメタハ、はい、スメタハス、ま、メタハスマ、ま、5文字入れてください。これを入れるとメタハスマでよろしいですか。はい、よろしいですよ、よろしいですよ。はい、ファイナルアンサー、お、成功、入力成功。そしてきたー、ゲット、ガイストファブリルセイントドラゴンバージョン、バージョン、はいはいはい、こんな感じでね、パスワード入れてゲットできるんですね、はい、これ今使えるんでね、これもね、今自分の手持ちのパーツに入ったんで、はい、カスタマイズ早速してみましょう。これ開いたところでちょっと新しいレイを組んでいきます。じゃあまずね、レイヤーね、レイヤーバーっとした、あれいろいろある中の、ほら、ニューで、これ、ガイストファブギル、違うよね、これセイントドラゴン、かっこいい、はいはい、かっこいいね、やっぱ白と金ね、これ限定バージョン感あるね、うん、そして金のレベルチップもついてるという、あ、ほんとだ、そしてディスクもちゃんと、ディスク金だよね、金のディスク、ね、ちゃんと8ダッシュディスクも金がついてますので、はいはい、で、これ選んでもらって、ドライバーも、下の方に多分ニューでアブソーブ、あった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 、アブソーブドライバーの、ね、まあ、透明なやつだね、はい、プラチナ系のカラーで、これもうセレクトとシュインシュインシュイン、ガイーンと、ということで、これでバトルもできちゃうと、使えちゃうというね、これで、いや、すげえ。じゃあこのメタハスマとワードを入れると、はい、
ガイストファミリーの青龍バージョンがございます。ガイストファミリーのセイントドラゴンバージョンが手に入るということで、これ実際バトルできちゃうですから。素晴らしい。ね、この動画見たらすぐ入力してください。はい、ね、メタハスマ、はい、ここになんです、ね、出しましょう。メタハスマ、でね、皆さん入力してくださいということでね、この2つね、なんかキャンペーンと、はい、メタハスマ、ね、パスワード、パスワードを皆さんぜひね、これで、ね、応募して、さらにね、入力してゲットしてくださいと、はい、いうことで皆さん、バイバーイ。メタハスマ。この超絶霊に勝てると思ってんのか。俺、赤羽愛河の最強伝説はもう始まってんだ。青いバルト、俺がおめえに勝って超絶無敵になってやるぜ。いけアキレス、ぶっちぎれ。ベイブレードバースト超絶、テレビ東京系列にて毎週月曜夕方5時55分から放送中。3、2、1、GO! シュー。